はいどうも、一夜です。こんにちは。今日はですね、こちらのこの木の器、100円ショップで買ったものなんですけども、こちらにですね、穴を開けてですね、植え替えをしてみたいと思います。で、こっちの方の鉢にはですね、このサボテン、これダイソーで買ったサボテンなんですけど、3年ぐらい経つとこんなになります。これと、でこっちのマスの方にはですね、この黒松を入れてみたいと思います。で、まあ、どうやって穴開けるかというとですね、こういった感じの電動ドライバーのドリルを使ってですね、開けてみたいと思います。で、こんな感じでですね、今穴開ける位置にですね、マジックつけてますので、この位置にですね、まずは穴を開けていきたいと思います。はい、では一旦失礼します。はい、というわけで穴開けてきました。こちら2つ、はい、こんな感じになってます。はい、こんな感じです。はい、じゃあですね、こちらにそれぞれ、これにサボテンを、サボテンを、でマスの方にはクロマツを今ちょっと植え替えてきますんで、また行ってきます。はい、はい、ではこんな感じで植え替えしてきました。いかがでしょうか。ではまずサボテンから。サボテンですね、こんな感じになりました。木の器になってですね、優しい感じが出たんじゃないでしょうかね。こちらいいですよね。ちょっと斜めってますけどね、ちょっとトゲが痛くてですね、しっかり持てなかったんで、そこは許してください、ごめんなさい。はい、で次がですね、こちらのマスに入ったクロマス、いかがです。これかっこいいんじゃないですか。かなりこれこれこれね、こんな感じ、1って入ってますしね。こんなの見たことないんでね、僕も面白くてしょうがないんですけど、さてさて、まあこれがですね、この2つが今後どうやって育つかですね、まあ、ツイッター等で私ツイートしてますんで、フォロー何度していただければと思います。で、どっちもですね、100円ショップの木の鉢なので、鉢じゃないですね、器なので、突然壊れたりですね、ボロボロになったりしたら、もう違う鉢になってるかもしれません。まあ、その時はですね、また100円ショップとかで面白い鉢になりそうなものを見つけたら、それを使って、まあ、植え替えたりとかしてみようと思いますので、今日はこんな感じで木の鉢にですね、サボテンとクロマツ植えてみました。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ではまた。